それストーリーオーブ、わしはお前を助けるためにここへ舞い戻ってきた。すぐに仲間に会い導かねばならん。お前たちはローハンの平原に行き、エオメルの信頼を勝ち取るのじゃ。ベクトル、おお、ストーリーオーブまた。サルマンはまだお前の心に救っている。わしにはわかる、奴はずっと仲間じゃ。サルマンは今やわしらを裏切って敵となったのじゃ。私は逃げたが、奴は別の手を打った。そうそう。ローハンとその騎士団の中を引き裂き、彼らを待ち伏せしようとしている。エオメルのロヒアリムをヘルム峡谷の東に集めるのじゃ。わしもそこへ行く。突然現れるな。光ってる。これでいいのか。お前がモリアで出会った者はオークと戦っている。彼らを追うのじゃ。レンジャーのアラゴルンはこの先で彼の仲間を。ウルクハイはこの地をうろつき、ファンゴルンに達する。こっちでいいのか。まだ天命差たくさんあるぞ。一つ潰していくしかないか。敵の気配が消えたな。おっと、バグナム
捕まえてるよ。負けもんが。あ、前叩き叩いてやれ。うわあ、しっくりつかれヒット。いいピクセル。サルマンのウルク杯はファンゴルンの森に到着した。あ、そうそう、ここでジャガエオメルの騎士団が奴らを生かしてはおくまい。奴らに気をつけろ。来たる戦いではローハンを何度も襲ってくるじゃろう。この上だな。お、アイゼンガルドのウルク杯を待ち伏せる。私たちは何を。戦いが始まったら突撃しろ。お、戦いが始まったよ。じゃあ、いい。いい。おお、ダブル。ハードホットは打てるんじゃない。何も俺には見えんかったぞ。ダイエイメス。お作る。倒しちゃった。
ベクトリー。エルゴスは手に入れた。はい、決戦完了。ボロミアのことを詳しく話そう。彼は父親の命令に悩んでおった。正しいことでないと知っておったからじゃ。デネソールは息子たちを失ってでも偉大な力を欲している。ミナスティリスにつけばわかる。エルフの力のみが人間の王国を襲った腐敗に抵抗できること。仲間のエルフを信じよ。わしに長らく仕えまっすぐな心を持っている。